国土交通省は自家用車を使い有料で客を運ぶライドシェアを4月から導入する有力な候補地として東京23区や京都市など4つの地域を公表しました。国交省はタクシー配車アプリ複数社の去年10月から12月までのデータからタクシーが不足する地域や時間帯を抽出しました。その結果、東京23区や横浜市、名古屋市、京都市などで主に週末の夜中などでタクシーが不足していたとして、これら4つの地域を一般ドライバーによるライドシェアを導入する有力な候補地として公表しました。導入先の公表は初めてで、国交省は今後も導入予定の地域を順次発表する予定です。